西口ホーム、和紙谷駅改札内に展示された、ラキスタ新予和紙谷駅、東口駅前和紙谷駅は、埼玉県区市和紙谷中央一丁目にある、東武鉄道伊勢崎線の駅である。駅番号は、TI03。1955年1月1日から2010年3月22日までは、行政上の和紙谷町を、和紙谷町と呼んでおり、 ワシミヤの所在地としての読みと、駅としての読みは異なっていた。単式ホーム並列2面2線の地上駅で、京上駅舎を有する。2010年3月19日より、改札街とホーム及び東口、西口をそれぞれ連絡する、エレベーター並びに多機能トイレが新設された。自動生産機は設置されておらず、改札の駅員に申し出て生産する必要がある。以前は、 単式ホームと島式ホームから構成される二面三線の構造であった。中央の旧二番線は上下両用の対比線であり、朝夕に特急の通過待ちが行われていたが、2006年3月18日の改正で区域駅で接続待ちを行う形に変わった。不要になった旧二番線は線路や河川の大部分が撤去され、フェンスやエレベーターが設置された。 残された線路には、補線用の車両が、日中に停泊していることが多く、旧三番線が、現行の二番線となっている。2020年度の1日平均上行人員は5062人で、ある。2006年度には、上行人員が7401人にまで、減少していたが、和宮町の町おこしなどもあり、2007、2008年度には、上昇に転じた。かつては、 和紙宮町民の多くが当駅を利用していた。しかし、旧和紙宮町域の東側を走る東北本線に、東和紙宮駅が開業した1980年代以降は、利用者が次第に転移し、乗降人員は減少基調にある。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下記の通りである。かつて、 東武ストアが駅舎に併設されていたが、後に撤退し、駅前は換算としている。2021年7月1日より、東口駅前に乗り入り開始旧、和紙宮町がテレビアニメ、ラキスタの舞台の一つとなったことがきっかけで、制作された、ラキスタみこしが2009年4月1日より、駅構内に展示されていた。2013年7月12日、 三越が強風で倒れて破損したため、2014年現在は展示していない。ありがとうございます。